はい、アフイライス、ミスターマダムね、アボイチャンネルです。今回はね、またよろしくお願いします。今回はね、ブルースのイントロ、誰でも弾いている簡単なやつについてね、シェアしていきたいと思います。このチャンネルではね、アコースティックギターの初心者の方に向けて、簡単に楽しくね、アコースティックギターをプレイできるように、毎回いろんなことをね、配信しています。面白いななんてね、思ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ではね、早速行ってみましょう。まずね、ブルースのイントロにはね、まあ、二つの種類があって、一つ目はね、ターンアラウンドにも使えるイントロ。二つ目はね、イントロだけのイントロ。ターンアラウンドって何ってなったと思うんですよね。ターンアラウンドはね、12小節で一括りのブルースの終わりの方にね、また始めに戻るための、まあ、つなぎみたいな、そういう役目なんですけどね。このね、ターンアラウンドについてはね、過去の動画でいくつか配信しています。よかったらね、そちらの方ね、参考にしてみてください。よかったらね、概要欄の方にね、貼り付けておきますので、そちらも確認しておいてください。ここではね、二つ目のイントロだけのイントロについてね、詳しく説明していきたいと思います。まずね、こんな感じなんですよね。まずね、イントロのこれは D7 の形のまんまギューッと1、2、そのままの形でずれて、これが E7 この6弦開放も E なんで、これも弾きながら、スライドさせながら、こんな感じ。こんな感じ。E の人差し指だけ、ハンマーリング、先ほどの E7 から1弦と2弦だけ開放、3弦2フレ、1フレハンマーリング、4弦2フレ、
B7 に行くとこ、6弦3フレ、5弦開放、1フレ、この時が B7。ゆっくり。もう一つね、似たような感じのやつをね、言ってみましょう。こんな感じ。これゆっくりいくと、さっきと一緒、 D7 からトントン、 E7、 5弦5フレ3弦4フレ、これこれどこ弾いてもいいんで、こんな感じ。これ最初にしたのが、いかがでしたでしょうか。今回はね、ブルースの簡単イントロについてね、シェアしていきました。よかったらね、ぜひトライしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。ミスターマターでした。パゴン。